モーションビルダーの、プラグインの使い方の説明になります。デバイスをドロップしたら、デバイスのセンダーデバイスのセッティングスタブから、こちらに IP アドレスを打ちます。 IP アドレスはアンリアルエンジンの IP アドレスになります。それからオンラインするだけで、準備は完了です。アンリアルエンジンの方は、レベルの通訓レシーバーを選びまして、ディティールスの IP アドレスのところにアンリアルエンジンの IP アドレスを打ちます。その PC になります。プレイすることで待機状態になりますので、この状態でモーションビルダーの操作を行いますと、カメラがストリームされています。ここでストリームがオンラインにならない場合は、ファイアウォールなどネットワークの問題があるかと思いますので、そちらをご確認ください。